ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。さあ仕事納めしたぞ、パーッと飲みに行きたい。でも今は会社から止められてるからな。かといってこれから家に帰っても一人、あそこに行くか。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん、今週も来てくれましたね。ええ、まあ飲みに行こうと思ってもこのご時世会社から止められてて、それに独身の僕にはここくらいしか寄り所がないんですよね。独身、まあまあ独身といえば e コマースですからね。前回に続きインターネット上での取引やネット通販を意味する e コマースの話聞いてってくださいよ。え、どういうことですか。独身といえば e コマース、独身とこの後のお話の e コマースって何か関係あります？お、スナちゃん聞いたことない。中国企業のあのアリババが毎年11月11日から開催する独身の日の大セール、2020年はなんと取扱額が日本円で7兆円ですよ。あの独身の日の大セール、あれも e コマースですからね。ああ、聞いたことあります。独身といえば e コマースってそういうことだったんですね。確かに11月11日って1111が並んでるから、そういう意味で独身の日なんですね。はい、今夜もケン・ホシ&カンパニー代表でオイシックスら第一株式会社 COO 執行役員の星健一さんと、株式会社いつも取締役副社長の望月智之さんに e コマースの話を伺います。ほらほらほら、ちょうどお二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週もケン・ホシ&カンパニー代表でオイシックスら第一株式会社 COO 執行役員の星健一さんと、そして株式会社いつも取締役副社長の望月智之さんにお越しいただきました。星さん、望月さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなね、本当に日本を代表する e コマースの専門家であるお二人に、まず今日お伺いしたいのは、実はね、今日のこの浜カフェの放送が2020年、この激動の2020年の放送の最終回なんですよ。今年のね、はい、来年もやりますけどどうですか、この年末商戦ってなると、今まではね、我々そのデパートに行ったりするのが年末商戦だったわけですが、今年当然デパートとかになかなか行けないですから、うん、e コマースの分野での年末商戦とか、まあ、どういう目標期待というか、ご覧になられてますか。じゃあ望月さんから。そうですね、まず年末というのはそもそも今e コマースって売れる時期でもありますし、実需というかリアルでも福袋があったりとか百貨店に並ぶようなシーンもありますし、あとおせちとかですね、あとクリスマスがあって、結構一番売れる時期なんですけど、そういったものが今店舗になかなか行きづらい状況もあるんで、全て EC に寄ってきてるので、多分今年は一番 EC が過去の中で一番伸びると思ってるので。じゃあもう今年の年末の EC は日本はとんでもないことになるぞ。いや、もう大変です。あとはこの運ぶ方がね、今いろいろ物流会社のところだと思うんで、そこも大変ではありますけど、本当にもう買われる方多いですよね。いわゆる年末年始ですからね、旅行に行かれてた方もいるでしょうし、帰省をされてた方もいるけど、それが多分今年はおそらくほぼ皆無の状態になっちゃうということですもんね。
なるほど。星さんどうご覧になってますか。いやそうなんです、先ほどおっしゃられたそのおせちをまさに、はい、まあ、私のオイシックスラ第一で、まあ、販売しているわけですが、オイシックスラ第一おせちがあるんです。そうです、オーガニック野菜をかなりのセレクションが品揃えがあってですね、はい、あのそれも例年よりもかなり高めの需要があってですね、もう売り切れ寸前ですので、そうですか、あの、まあ、もちろんそれをその配送業者に運んでいただくというような、まあ、キャパシティの配送のキャパシティがネックになってはくるんですけれども、うん、まさに本当に巣ごもり需要というのを見込んでですね、まあ、そのような需要が高まってるなというのは私も実感してます今で。さらにその需要があるのは、自分の家におせちを買うだけではなく、その実家に対しておせちを買って送るみたいな需要もあるんですよね。それなんか私もやってますから。あ、そうですか、はい、あの今年それがあるみたいで、なんかシェアードおせちっていうんですかね、言葉わかんないですけど、自分の家と実家のおじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんに同じおせちを送って、で1月1日に、まあ、例えばズームとかああいう動画、ね、動画のコミュニケーションを使いながら、うん、同じおせちを食べる、それこそオイシックスの同じおせちを食べるみたいな、そういう需要あると思います。はい、やっぱ今年のあれですね、あの先週の話でもありますけど、コロナは相当 EC に対する我々の、うん、いい意味で楽しみ方とかを変えましたね。そうですね。で、e コマースがないと逆に困ってたと思うんですよね、うん、今回のこの環境の中で、うん、確かに、あの実際ビデオ動画通信もそうですよね、あれ10年前だったらズームとかね、ああいったものきっとなかったですから、我々本当にコロナになったら仕事できなくて、万歳とか万歳とか仕事食いっぱぐれちゃいますけど、あったかもしれませんけど、ズームがあるからまだ苦しい方もいっぱいいらっしゃいますけど、なんとかやれる人はやれるっていう、そうですね、まあ、仕事なんかも随分とそのデジタルトランスフォーメーションっていう名前の中で、まあ、いろんなものがデジタル化されて、まあ、会社に行かなくてもですね、かなり仕事ができるようになってますもんね、いろんな環境が良くなってますね。そういう意味ではまさに星さんはもともとミスミっていう会社にいらっしゃって、でミスミっていうのはあれはいわゆるカタログ通販ですから、どっちかというとデジタルよりはいわゆるアナログだけれども、時代の最先端を言ってたわけですよね、はい、でそこからアマゾンに入られて、まさにこの日本中のそのデジタル変化みたいなものをずっと経験されてきたっていうことですね。あ、もうまさに見てきましたね、はい、はい、あの本当にカタログ販売では B2B の中では最先端で、はい、ありとあらゆるものがそのカタログで探せて、でアマゾンはもう最初から e コマースですから、うん、やっぱりその社員も、営業であったりとか、まあ、そういう一般のその一般職っていうんですかね、それよりもエンジニアの数が多いわけですよね、ソフトウェアエンジニアということで、うん、やっぱり開発をしてお客さんの利便性をどう担保するか保つかということが全てかかっているので、まあ、そういうのを見てきてですね、どんどんお客さんが増えてきて、今だとですね、月間楽天さんもアマゾンも約5000万人ぐらいの方がそのサイトを訪れてるんですよね。まあ、5000万人っていうと、まあ、多少重複してる人もいると思うんですが、まあ、かなり浸透してますよね。いや僕も正直アマゾン毎日見てますもん、ウェブサイト、うん、本もそうですよね。私も自分の本を出版した時に、はい、なかなか本屋さんには全部の書店に置いてもらえないんですけれども、アマゾンがあるからこそ自分の本が売れてるなっていうのは結構あってですね、あの Kindle も含めてですけどね、僕も Kindle がやっぱ出てきてから漫画の一気読みがやばいことになりまして、2ヶ月ぐらい前にドラゴンボール全巻一気読みしてたんですよ。Kindle でまとめ買いして止まんなくなっちゃって、今さら改めてちょっと復習してみようと思って、やっぱ紙読んじゃいますよ、あれ恐るべしですよね。僕でも両方買いますもん、好きなやつ Kindle と普通のあのリアルなやつ、両方とかありますよ、両方買うの。僕も両方買ってます。本好きです。そうなんです、はい、僕入山さん の, あの世界標準の経営の本あるじゃないですか、はい、最初 Kindle で買ったんですけど、はい、こんな熱いって知らないじゃないですか、はい、びっくりしましたもんね。どんだけ Kindle で買ったの。 Kindle と分かんないですね、厚みがね。分かんないです、ペリスは出るけれども、ものすごい安さで、いやもう検証になりかけました。これあの僕の知り合いの方で面白いこと言う方がいて、はい、人間には使用欲と所有欲があるんだって言うんですよ。あの、その科学的な根拠はないんですけど、うん、でもなるほどなと思って、うんうん、でそうすると今ネットでそれこそ漫画とかも使用欲は簡単に満たされちゃうんですよね、うん、でも一方で人間ってそれが便利になればなるほどどっかで所有したいっていう思いがあって、うんうん、だからまあ EC が便利になればなるほど意外とそっち側の欲が出てきてるっていうことなのかなっていう。やっぱり e コマースが進みながらもやっぱりオフラインとの融合みたいな、オムニチャネルみたいなものも結構、今また見直されてますよね。最近あのオムニチャネルって言いますよね、オンラインとオフラインを融合させるような。そうなんです、随分前にねオムニチャネルで結構言われていたんですが、あんまり定着しなかったんですよね、はい、そうですね、うん、はい、4、5年前にね、はい、でもこの1年ぐらいで急にオムニチャネルがまたこう脚光を浴びてきたっていう、うんうん、はい、
オイシックスはどうですか、そういうこれからその、まあ、実店舗を持つことがあるかどうか分かんないですけど、そういうオムニチャンネル的なことは、実はですね、オイシックスのもいろんな会社があって、うん、一つは徳島るっていう会社があるんですけども、徳島る、あれオイシックスさんグループなんです。はい、グループになったんですか。そうなんです。なのでそれはなぜかというと、その買い物難民っていう言い方失礼なのかもしれないですが、まあ、高齢者の方たちがなかなかスーパーに行けないねと、はい、まあ、そこにトラックに商品を積んで回るわけですよね。これ浜カフェ聞いてる方に説明すると、徳島ってまさに徳島ですよね。確かね。そうです、四国の徳島の、まあ、移動販売のトラックで、そこになんか食べ物を積んで、まあ、特に過疎の村とかなんで、四国なんでそういうところ回るんですよ、車がね。それで、その地元の方が便利に買えるっていうやつですよね。そうです、はい、でも東京でも需要があってですね、東京こんなに便利なんだけども、やっぱりちょっとスーパーまで数百メートルでもちょっと行くのが大変だってお客さんいらっしゃるんですよね。なので今徳島ではですね、日本全国トラックを配送してるんです。でやっぱりそのアナログとまさにおっしゃってくださったデジタルをうまくこう使い分けながら EC をこうやって広めていこうっていうことなんですね。そうですね、はい、なるほど。いかがですか、望月さん。さっきのちょっとお伺いして思ったのがですね、はい、このアナログの大事さみたいなところを本当に痛感して、一時期カタログ通販のメインの会社があって、はい、e コマースどうするのみたいな話があった時に、はい、カタログをやめましょうみたいな話が結構出たんですけど、うん、実際この生活者のご自宅に見ていくとですね、実はカタログって結構こうテーブルに乗っていて、はい、これを楽しみながらこう折りながら見てるんですよ。あ、僕そうです、はい、ですよね、はい、だからカタログって決してそのただスマートフォンで置き換えられるかそうじゃなくて、うん、見ながら楽しんでみたいな感覚があるんで、カタログってやっぱりすごい大事なんですよね。そうですよね。僕もなんかいろいろあるじゃないですか、うん、家のものが売ってる、ね、あれを見ながらこんなのこんな畑誰が買うんだろうとか思いながら見てるんですけど、で時間ね、あの時間ですよね。でまさにチラシも同じで、よくチラシが最近見られなくなったと言いながらも、やっぱチラシを毎朝楽しんで見る人って全然いるんですよ、はいはい、いますね。なるほど。なんでやっぱりアナログはなくならないし、別にこうスマートフォンとかデジタルのこうなんか対立じゃないっていうか、いう感じはします。そうですね。ということですね、はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、 e コマースの未来とはというテーマでお送りしたいと思います。まずこれは望月さんにお伺いしたいんですが、10年後ぐらいに日本の e コマースってまあ、どういう風になってるかとか、うん、この辺が面白いとか、逆にこの辺は課題になるってくるかもしれないって何かありますか。はい、そうですね、もう5年後っていうちょっとまあかなり長いスパンなんで、はい、僕が思うのはP2C っていうことが今あるんですよ。 P2C、 はい、パーソン・トゥ・コマースといって、まあ、人が消費者に売るっていうところで、さっきは D2C で、そうダイレクトトゥコンシューマー、企業が消費者に直接売るってことですよね。はい、今は個人が人に売るC2C とも違うんですか。違うんですよ。でこの P がどういう方かって話すと、簡単に言うと今 YouTuber とか見るじゃないですか、インフルエンサーみたいな、そうですね、みたいな人が自分の企画した商品を売って、うん、で本当にもう1ヶ月で、最近の事例で言うと YouTuber のヒカルさんって有名な方いるんですけど、あ、いますね、 YouTuber ヒカル、あれでものすごい売れたんですよね。で今本当にまあその僕その業界にいるんであれですけど、はい、本当に今増えていて、でおそらくその企業さんが売るというよりは誰がそれを考えて作って売るかっていう時代に入ってくるんで、つまり例えば中国でも今ライブコマースってすごい流行ってるじゃないですか。です、ね、だけどあれは比較的規制である商品をインフルエンサーがこれいいよって言って売るわけですけど、そうじゃなくてそのなんか特定のインフルエンサーが企画か開発をしたものを直接売っていくっていう、そうです。星さんいかがですか、例えば5年後ぐらいの EC の世界って何か期待してることとかありますか。そうですね、まあ、例えばその、まあ、EC ってやっぱりその e コマースにおけるそのいろんな情報を何らかしらの媒体を通じて届けなければいけないので、はい、それが昔は PC のパソコンであって、まあ、今はモバイル携帯ですよね、うん、スマホを通信とした、まあ、それの通信速度が 3G、4G ときて、まあ、5G ですから、はい、この通信速度が普及するとあっという間にですね、売り方はかなり変わるんじゃないかなと思っています。YouTube との連動で動画をもっと、まあ、訴求するであったりとか、はい、今まで送れなかったようなデータの大きさのものをお客さんに届けられることができるわけですから、まあ、私も今全部アイデアが浮かぶわけではないですが、ガラッと変わるんじゃないかなと思います。なるほどね。
まあ、いわゆるもう国境も越えますもんね。そうですね、はい、まあ、今もその越境ビジネスって越境 e コマースっていうのはかなり進んでいて、うん、今いろんなその機械学習であったりとか AI が進んでいるので、例えばその日本のお客さん、日本のその e コマースの会社さんが日本語でサイトを作っても、まあ、トランスレーションが翻訳が自動でできるの で、海外から見てるお客さんもそれ英語になったり中国語になったり、はい、フランス語になったり見えてるわけですよね。何の開発をしなくてもですよ、はい、まあ、本当にボーダーレスで、今までは例えば商店のお客さんが販売者の人たちが自分たちのお店の証券、まあ、1キロぐらいの方たちを証券にしてた人たちが e コマースによって日本全国になって、今度はもう世界全てがターゲットになるわけですよね、まあ、やりようによって本当にビジネスチャンスだと思います。実際僕社会人大学院の教員やってるんですよ、うん、でアジア、まあ、東南アジア、インドネシアとかタイとかあの辺から来てる学生みんな起業して e コマースやりたがってるんですよ、うん、でも基本やっぱり越境 EC ですね。だから日本の化粧品とか、うん、あれね、やっぱ絶対まだタイとかインドネシアで高く売れるんで、そうですね、ハードルが下がりましたよね、はい、そういう企業の、はい、で彼らねフェイスブックで売るんですよね、うん、タイって実はフェイスブックで e コマースやってて、うん、で自分のページフェイスブックページで作って、でただ決済ができないんで、決済はなんか別のアカウントでサイトやるんですけど、なんかそんな感じで勝手にやってますよね皆さんね。そうですね、うちの会社もですね、実はロシアに売ったりとか最近力入れてるんですけど、これロシアがまたすごいんですよ。ロシアがすごいんですか。すごいです。ロシアはですね、やっぱ越境 EC の買う側ですよね、うん、買う側としては世界の規模でも2位なんですよ、中国1位なんですけどね。中国1位、2位ロシアです。2位ロシア、はい、へえ。日本の化粧品とか雑貨ってたくさんいいのあるじゃないですか、うん、だからそれがもうものすごい売れてますね。そうですか、はい、でうちもロシアに日本のメーカーさんを紹介しながら売るっていう支援を結構本気でやってたりとか。へえ、面白い。そうだから日本の商品はもっとね、やっぱ世界に売って出ないともったいないですよね。うん、日本の人口も減ってるし。逆に言うとその辺が課題だっていうことですね。本当そうですね。まあ、今まではその言葉の問題であったりとかでいろいろ躊躇してたんですが、さっき言ったようにもう翻訳も今自動ですから、で決済も全部やってくれますし、まあ自分たちで D2C で海外ということももちろんセカンドステップではあると思うんですけども、やっぱりファーストステップとしてはそういう大きなプラットフォーマーを使いこなすというのも一つのやり方かなと思いますよね。面白いですね。で今のお話でもちょっと関連するんですが、もう一つその少し未来の e コマースということでお二人にお伺いしたいのが、今まで比較的このお客さんが買うとかウェブサイトの話をしたんですけど、 e コマース当然その裏でもう一つ重要なのが物流で、これだけもう EC 上でいろんな買いが出てくると、その物を運ぶっていうところでもっともっと課題が出てくるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、で日本もやっぱり Amazon が強い一つの理由は、僕の理解はやっぱり物流が強いからっていうことですよね。その辺の物流に関する課題っていうのはお二人どういうふうにお考えですか。じゃあ望月さん。はい、おっしゃる通りで、この物流の人が足りない、不足してるって問題はずっと問題がありまして、うん、はい、まあ、多分今年も多分迎えると思うんですけど、うん、ただ一方で最近ウーバーイーツみたいなところで、まあ、飲食店の料理を、はい、普通にこう気軽に買って運ぶ人はまあ一般の個人みたいなところもあるんで、うん、実は結構そっちの方で僕はカバーされる可能性があるんじゃないかと見ているので。なるほど。だから今どっちかというとそのサードパーティーのなんとかっていう会社じゃなくて、うん、もうそういうギグワーカー的な人たちがうまく機能するんじゃないかっていう。で世界中を見ると、はい、まさにこの物流を早く届ける競争ってまだまだ進化してるんですよ、うん、アメリカだともう1時間で届けるって今競争に入ってるので、当日翌日じゃなくて。そうなんですか、アメリカって。でそのインフラ何かっていうと、やっぱりこのギグワーカーなんですよ。へー、うん、そうなんです。やっぱウーバーイーツを運ぶような人たちが運ぶっていう、まあ、一個のネットワークっていうんですよね。それはアマゾンですか、それとも D2C みたいなやつで。また別のプラットフォームですね。別のプラットフォームがあるんですか、はい、ゴーパフっていうアメリカにベンチャーがいてですね。ゴーパフ、はい、こいつは30分っていうもう、強烈な時間で、ね、欲しいなと思ったら30分以内に欲しいなと思ったら、そうなんです、すごいことになってますね、はい、なのでまだまだこの次回のなんか消費者の求める感覚っていうのは進みますね。はあ、はい、星さんいかがですか、流通は。そうですね、私も同じ意見でですね、はい、まあ、物流っていうのは非常に、まあ、ネックになってるのは確かです、はい、ただ一方やっぱり日本の物流業者っていうのは世界一だと思っているので、うん、まあ、e コマースを立ち上げるにあたってハードルを下げる一つの要因で、まあ、どんな方が e コマースを明日から始めようと思っても、まあ、日本の大手の3社さんを使えば、まあ、当日もしくは翌日届けていただけるわけですよね。しかもそういった意味ではすごく丁寧に届けてくださいますね。そうです、アメリカだとボノぶん投げてますからね。いや本当そうなんですよね。そういった意味ではそれは
あると思います、はい、ただあの Uber Eats さんみたいな形で、うん、実はもう Amazon それ始めてるんですよね。 Amazon Flex という、うん、あのそういう取り組みで、はい、個人事業主の、まあ、軽トラを1台持ってるような方たちが Amazon Flex というその携帯アプリを、うん、入れるわけですよ。そうすると、まあ、今日この時間からこの時間まで働きたい、それを入れるとですね、これ Amazon のあるデポにそれをピックアップをしてこの地域のお客さんだけに届けるという仕事がもうあるんですね。あるんですね。で今までAmazonっていうのは私がいた時代も、はい、まあ、かなり大手の3社さんに依存していたところはあるんですが、うん、やっぱりその依存率を下げるためにまずはその中小企業の、物流業者を使ったりとか、今個人事業主を事業主のトラックのドライバーさんたちと、そういうネットワークを作り上げることっていうのが始まってるんですよね、うん、でさらに言うんであればアメリカなんかはですね、今までの e コマースって巨大な物流センターをまあ何箇所か構えて、そうですね、まあ、そこから、それぞれ配送するんですが、はい、例えばアマゾンなんかはマンハッタンの地下の一番高いところに小さい、その倉庫いくつか構えてるんですよ。そうするとやっぱりそのお客さんが近場にいるので、まあ、ラストワンマイルが、まあ、そのすぐできるわけですよね、はい、それでそこで、まあ、Uber Eats のような自転車の、デリバリーの人たちを使いながら、まあ、1時間届けるっていうことも始まっているので、まあ、日本も実はそのサービス始まっていて、結構都心の中にですね、あの Amazon の倉庫っていうのはサテライト倉庫みたいな形でも始まってるんですよね、まあ、そういった形で本当にこうすぐに必要だっていう電気もそうかもしれませんし、そういう需要に応えるためにですね、まあ、いろんなサービスはもう立ち上がっているのが実態でしょうかね。なるほどね。なんか一方で結構その物流っていうのは僕の理解は比較的日本だと結構そのアナログなまだ古い業界で、そこをこの EC、まあ、デジタルの世界にあのまあ変えていくっていうのは結構大変なチャレンジもあるんじゃないかと思うんですけど、その辺はいかがですか。うん、まあそうですね、物流会社さんで、まあ、こうデジタル化みたいなところで言うと、僕は結構日本の物流会社進んでると思ってるので、むしろ進んでる、世界的に見ても進んでると思いますね、まあ、品質だけじゃなくてその商品の管理とか、あとやっぱりその人がそのご自宅の、やっぱり日本の方ってやっぱりこう安心感求めるので、うん、毎回違う人が来るっていうのはやっぱり不安感、やっぱり特に女性の方がね、はい、お家をいらっしゃるので、そこはなんか一種のスタンダードとしては、あの日本の物流会社はすごくよくできてるなと思いますね。小石さんも同じ意見。そうですね、配送ルートなんかはですね、まあ、例えば今日これだけの物量を運ばなきゃいけないというと、配送ルートは昔はもちろん人間が考えてたんですけれども、今効率的に配送ルートを自動的に算出するようなものもありますし、そのお客さんのニーズに合わせた、まあ、このコロナ禍で、まあ、特に高まったのが置き配であったりとか、宅配ボックスだけではなく、例えばこの、自分の玄関のところの前の自転車のカゴに入れてくれだったりとか、まあ、そういうようなお客様のカスタマイズされたその需要に対しても応えられるような体制がどんどん整ってきているので、あの、まあ、デジタル化もしかり、それからサービスの多様化も非常に進んでるんじゃないですか。日本の物流会社さん本当にすごいと思いますね。面白い。なんかお話だけ伺っていると5年後くらいの日本の EC は大変なことになってそうですよね、うん、これまあもしなんか自動運転が始まってとか、いわゆる、ね、空ドローンがもうやりますからね、ドローン使ってとか考えると、もう、うん、ドローンなんかもうね、結構実用化に近いというか、アマゾンでもテストは何回かもしているので、はい、本当にそのトラック、まあ、これは今まではそのオフ店舗というかリアル店舗に対しては、まあ、幹線輸送の中で大きなその荷物の物量を運んで、そこに陳列してお客さんに来ていただくという方法だったので、まあ、物量が増えてもですね、まあ、なんとかこなせるんですが、お客さんに e コマースに届けるということはそれだけの、まあ、トラックが必要なわけですよね、まあ、どっかに限界が来るので、まあ、ドローンみたいなものはかなり早いペースでサービスが始まるんじゃないかなと思います。星さん、望月さん、ありがとうございました。いやー、すなちゃん、今週もお二人のお話本当に面白かったですよね。もうなんか今まで以上にこう e コマースが当たり前になっていくんだろうなっていう未来を感じましたね。そしてキーワードの一つは P2C、僕やすなちゃんやどんな人でも e コマースが自由にできる、そういう時代だっていうことですよね、うん、しかも他にも今実は日本が e コマースで売っている先の一つがロシアであるとか、流通問題もこれから解決していくんじゃないかとか、いや EC の未来は面白そうですよ ね、 ね、あ、そうだ、でもさっき話題にも出てたおせち料理、あ、ネットで頼むの忘れてた。まあお正月はおせちじゃなくてもいいか。その点マスターは家庭があるから行事ごとはちゃんとしてていいですよね。
家庭？いや、すなちゃん、実は言ってなかったんだけど、え、中国が独身の日を迎えた2020年11月11日、ちょうど僕も独身の日を迎えまして。どういうことですか？いや、だからなんていうか、ある意味僕もしばらくは独身の日っていうか。マスター、独身になっちゃったんですか？いや、なんかすいません、年内最後の日に変なこと聞いちゃって。いや、別にいいのよ、全然落ち込んでないよ。いや、まあ、ただなんていうかね。いやいや、まあそう、まあ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 ねえ、まあ e コマースだけに夫婦の仲も。ああ、すなちゃん優しい、やっぱうまいこと言って慰めてくれるんだな。いや、いい人だな。 e コマースだけに、 e コマースだけにね、うん、あれですよ。じゃあ良いお年を。なんもないの？新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、 e コマースの未来とは。出演はお客様、ケンホシ&カンパニー代表、オイシックスラ第一株式会社 COO 執行役員星健一、株式会社いつも取締役副社長望月智之、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山圭太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。